こんにちは。西アクラソンの山根です。いつもご視聴ありがとうございます。昨日ですね、隣町の方でね、83歳の男性の方がね、行方不明になったということで放送をしたわけなんですが、まだね、今のところこう見つかりましたとかいうね、情報は入ってきていないので、早くね、見つかってほしいなと思っています。そこでなんですけどね、たまたまと言いますかね、 僕はね、自動車保険が IOI 日成同話本舗に入ってるんですがね、そこで先日担当者の方がですね、こういったものをね、紹介してくれました。これはですね、スマホと連動することによって、例えばね、事故を起こした時に衝撃をね、感知して、スマートフォンの方にですね、カスタマーの方から大丈夫ですかというようなね、連絡が来たりですね、 この事故現場というか GPS ともつながっているらしくてね、どの辺で事故をしたっていうのもだいたいわかるようなんで、これはね、便利だなと思っています。僕の車にはね、母も乗るんですよね。母も高齢なんで、約1年前だったかな。あの、父とね、ドライブに行ってる時に、ちょっとアクセルとブレーキを踏み間違えてガードレールにガーンって当たってね、エアバッグが出るような、 事故を起こしたことがあるんで、それからね、たまにしか車は乗らないんですが、もしね、あの母が乗っている時も、そういった、こういったね、システムがあるとね、僕の方に電話が入ってくるんでね、これは便利だなと思って、早速ね、つけてみました。まあ、事故がないのがね、一番いいんですが、こういったこともね、事故のリスク回避にもなりますしね。あとね、一番いいのが、それはあれですよね。 このドライブレコーダーとかねつけたらいいんですがそれもね後々にはまあ検討していきたいかなと思っていますなのでね皆さんも車の事故とかね十分気をつけて運転をしてほしいと思いますではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ